信濃町に。あ、じゃあどこだ。じゃあ今度ぜひ東京へ行った時は皆さんも行ってみたいね。須賀倉さんのおごりで行きたい。イムチャニヨン選手の通訳の方が店出したっていう話ですね。はいはい、チャニヨンではないですよね。チャニヨン、チャニヨンっていうと分かんないですよ、ね。イムチャニヨン選手が出したわけですよね。まあそうですね、はい、いろいろ今年もいろんなところで、まあ、はい、そんな話もありますけど、何でしたっけ。あ、そう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 、だから大河投手ですよね。今年、そうですね。石黒さんはどうですか。今年ですか。僕ね、新人選手で見たのは、ドライチの服、お頭いい、頭いい、はい、感じがすごい良かった。あれですね、あの今年大学卒で野手が2人入ったじゃないですか、早稲田の次山君と、はいはい、もう一人古本、はい、すごい体が大きくて、なかなかねプロに入ってくる選手ってねまだまだ体小さいんですよ。で入ってから大きくなるんですよ。平田選手とかでも入ってきた時ちっちゃいじゃないですか。ちっちゃいって言い方おかしいですけど、もっとなんかなんて言ったんですか、線が細い。だから山本昌投手がなんかこう投げ出した頃の体ってすごく、まあ、強いですけど、そうそう、厚みとか違うじゃないですか。やっぱり細い感じがしますね。これね、プロで活躍する選手って本当体がね大きいんです。井端選手とかも背とかそんなにプロの中では大きくないですけど、やっぱ体がすごい大きいので、あ、167cm、 あんまり僕と変わらないですね。カツオ君ね、カツオ君ね、ちょっとね老人使いすぎです。ね、平沼さんが怒ってました。もう使いすぎだって言って、もうすごい使うじゃないですか、両手に。で、この辺まで真っ白なんですよね。やっぱりこうやって、ふーってやって困るんですか。困る、それぐらい使っちゃうと水は喜んでくるんですが、まあそうですね。だいたい試合中に取っかえたりしないんですけど、彼が出てくると途中で取っかえなきゃいかんくなるんですよ。使えなくなってね。あ、喜ぶ人もあり、困る人もあり。破ってます。ちょっと言っといてください。もうちょっと少なめにお願いします。エコでお願いします。じゃあ言っといてくださいね。そんな感じで。あれですか、外地選手はまだ会ってないから分かんないですかね。キャンプでいろいろこう定めみたいな。キャンプからちょっとね仲良くなり始めますので、ね、そういうことですよね。そういうことはしときましょうかね。この間僕ね鈴木投手とイベントで一緒だったんですけど、ね、ドアラさんと今年は喋ってなくて、まあ、鈴木投手あんまり上にいなかったじゃないですか。そのなかなかね会えなくて、ファン間で久しぶりだったらなんか久しぶりだなみたいな話言われたって、あ、上からな感じで言われたって。ドアラさんが上、そうそうそう、あ、まあ上ですからねみたいな、ね、鈴木さんいい人なんで、はいはいはい、まあ、結構選手の皆さんそうですよね、ドアラさんって感じ。そうですね、もうね、ですよね。あれですよね、どの上選手とかあるですよね、ドアラさん、ドアラさん。あとあれですね、の大島選手が言ってましたね、雨の話。あんだけ散々今シーズン後半ずっと配り続けて、やっと新聞のネタにしていただきましたね、あれ。いつかならないかな、雨を配選手、あれね、ファンクラブ用の雨なんですよ。ドアラの金太郎雨みたいになって販売されてないんですけど、それはファンクラブの方にもらいまして、で、ドアラさんなんかに使ってって言ったら、もう毎日せっせかこう試合始まる前に、試合前にね、ベンチにいる選手に配る。そうそうそう、ライト大島よへーとかって行くと、そこにヒューヒューって言って、こうやって雨渡してでも選手もね、なんか意外と楽しみにしてるっていう。そうそうそう、平田とか言うとちゃんと渡して、はそうなんですよ、はいはいはい、だから多分ね、来年ファンクラブはこの話を聞いて、うんって喜んでたんであ、またじゃあファンクラブに入るとその雨がこうなんかこう勝利を呼ぶみたいなになったらいいなって。ねえ、それも、はい、もうありません、ありません、使い切りました。もう使い切りました。あれですよ、ずっと持ち歩いてて、オールスターの時も持ってったんですよ。で、オールスターの時行って帰ってきたら暑いじゃないですか、形が変わってましたね。あれね、体温で、新しいのあげます、まあ、ね、そうそう、そんなこともありました。はい、そうですね、じゃあ、はい、もう一つぐらい、そうですね、はい、行きましょうか。あ、なんか急にたくさん手が上がりましたね、女性の方。ドアラの、じゃあ、はい、はい、あ、はい、ドアラの大きなね、バッグ持ってらっしゃる。ラジオで、はい、ドアラ先生が人生相談を受けてたんですけど、はい、なんか悩みすぎるとかって言って中止になったじゃないですか、はい、ドアラ先生自身の人生相談は私たちに投げかけてくれないな。なるほど。ファンの皆さんに人生相談を、なんか 今のドアラ先生の悩みかなんかをちょっと聞いてみましょう。そうなんです、ラジオ始めまして、これいい企画だなと思って、はい、皆さんのこうお悩みをドアラ先生に聞いて、なんかこう
お悩みを少しでもね解放されたらいいなと思ってやってみたら、ドーラさん真面目だもんね、ものすごい真剣に、もう結構長いんですよいつもね相談ね、結構真剣な相談が多かったですからね。そうなん、それ長いからそのままその長いやつをメール転送してってやってたら、ドーラさんがだんだん自分も病んできたでこれっていつまでやりますかみたいな話になって、ちょっとこのまま やまれると困るので今休憩中ですね。今休憩中、今あのシャオロンパオロンが代わりに相談受け付けてますので、そっちでまあだんだん違う、それもねあのねちょっと困っておりますので、皆さんのミッドFMの方に何かありましたらですねご相談いただければ。なんかねあの意外と来なくてやっぱり、はい、意外と来ないんですよ、カレンダー3本プレゼントって言ったら応募3人みたいな。そうなんですよ全員に当たった、プレゼントにもやっぱりね、はい、応募がないってことは、そうなんです、どんだけ聞いてくれてないんだっていう、ね、ちょっとねショックですでもねドーラの年賀状届いてますかね、あれね、あ届いた人いますか、ここにいないです、でもめっちゃ来てましたね、すっごい応募が来たんですよ、あれ 3名でしたもん ね、 そうですね、はい、当選者3名ね、当たった方はそれだけ聞いてびっくりしたあと大野投手のサインに色紙にいっぱい来て、はい、いっぱい来ましたね、はい、いやめっちゃ書いて石黒さんちょっと読んでいただいてドラさん、何何何ドラ先生それちょっと見たいんだけどダメ、ちょっとダメ、今の瞬間撮った人はじゃあ後でね、そういうことらしいので、見直してほしいですけど、それ見た方じゃあドラ先生の方にちょっとねあの送ったってください、つば九郎先生お答えを、つば九郎さんは何かあるんですか、残り時間3分、あそうなんだ、いいですよちょっとぐらい押したって、そうですよ、ね、はあ、いいですよ、シャーロンパウロンの遊ぼうしょ、シャーロンパウロンあのちょっと待ってると思いますけど、そうですねはい、あ全然大丈夫だって、全然大丈夫、あそうです、ね、まだ大丈夫だって、はい、そうですね、まあでも今年の展望しないですかね、そうですね、まだね、はい、なんかありますか、趣味を探す、趣味なかったですかね、ノアさん。まあそうです、趣味をお探しになるそうですね。なんか見ました見ました昨日。そんなに悩んじゃうならいいですよ。あの逆に悩ませちゃってるっていうね。悩みを聞いてあげようとして。何何つば九郎。ちなみにそれ一緒にしちゃいかんじゃないですか。まあそうなんですよね。でということで。はい。もう質問。なんかありますか、すいません、ドーラさんの そろそろ、ね、そのうち何かあると思います、はい、もうなんか帰りとはそうな人たちがいやいやまだまだ引っ張りますまだまだ行ってますかね、じゃあ今シーズンですね始まるじゃないですか、どんな感じにつば九郎さん聞いてみましょうかね、過ごしましょうかね、今シーズンは私の何か新しい、そうですね、2010目標とかね、なんかこうしたいなみたいな、そういうあれですよ、パッションさんってもう決まったの、あ知らない、なんかそういう噂をちょっと聞いたんですけど、全然知らない、ね、うちまだ7日までの募集なので、ドアラさんもドアラさんもなんか今シーズンのこんな風に行こうかなみたいな、もう始まりましたね、はい、あ全部名古屋に来る、あ全然いいですよねそれね、別に勝手に来てくれてもいいし、こないだあるんですよ来てもらってもね、来るのはいいですよ、出れるかどうかは知らないけどね、来るのは自由ですね、多分自然に出てますよねあれですからね、本当にあのチアドラのことしてもつば九郎さん来たりするとわーつば九郎さんだとかないですからね、もうあんまり普通すぎて自然にいますよね、あ、おはようございますみたいな、今日もいるんですねみたいな、ねえ、もうなんか最近あの一人ずつ写真撮ってとかもだんだんねえ、ない、ね、ないですよねだんだんなくなってきて、他のキャラクターの時あるんですよ、いつもそうなんですよ、記念撮影とかチアドラたちが入れ替わり立ち替わり、ビオさんお願いします、一人ずつ、あ、私もあのツーショットでなんて言って、うん、ここに入れたいはい、もうちょっと、ね、そろそろ飽きられてあの人たちね、もうちょっと気遣いって言っときます、その辺、ね、そうですね、毎回あの同じように接しようだってあれなんですよね、まあ、去年はあれだったんですけど、あのケータリングのお姉さんがカツとお玉をね、あのマイクに使うじゃないですか、あの発祥名古屋ですよね、あのマイクこうやって、あそうだったんですね、もう本当に選手のとこまでやるじゃないですか、あれ名古屋発祥で、あのだんだん慣れてきたらもう入っていっても行くと勝手に渡してくれるっていうもう準備されてる、指導的のお姉さんからいうふうとったんですけどね、ドーラ先生今年のあまだやってるんですね、まだはい、オールスターでのバナナは最高でした、あバナナ
本当に選手よく怒んないですね、あれ ねよく許されますよね。絶対できないですよあれ、はあ、間違いなく他の球団でもどこもできない。つば九郎ならでは。さあドアラさん、ドアラさんどうですか。そろそろ今週の、今週じゃなかった、今シーズンの、今シーズンの、今週、今週だったらすごいです。頑張る、頑張ること覚えましたからね。そうです、やっと頑張る気になったらしいです、ドアラさん。今シーズンじゃあ頑張ってくれるとね、筋トレもして。そうですよね、ちょっとね、鍛えて、まああのね、できるだけあの、まあ、あの石黒部員の主張としては、はい、今シーズン、まあ、とりあえず沖縄もずっとドアラさんにいてもらうというふうな、あ、そういう希望は一応、はい、行こうかなと。はい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 。なかなかね、あの平日の人のいない時、ドアラさんが普通に物販やってるとか、いい絵だったんでね。そうですよね、なんか沖縄ならではの、そうですね、ゆっくりなんかしてて、子供たちもなんか ね普通に触れ合って、普通に、あの近所の保育園の散歩コースになってまして、そうすると、まあ、その子供たちがわーってきて、ドアラだわーってきて、今日もいるみたいな、全然 ドアラのふわふわで遊んで帰って、そうですね、そういう、まあ、公園状態ですね。そうですね、平和な感じだったんですけど、そういうのがまたできて、そうですから、挨拶活動とかいけるじゃないですか、また朝早くね、気持ちでいいですよ。あれね、あの後付けで決まったもんですから、あの最初の方からやってればもうちょっと元気だったんですけど、あの後半疲れてきてからの挨拶活動って早起きなんですよ、あれ。なのでかなりしんどかったっていう。今年も頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね、はい。まあ、あの沖縄ではね、やっぱりいろんなことが、まあ、あの選手はやっぱりこのキャンプはもう練習するのがメインなんで、はい、まあ、選手ができない部分をドアラさんになるべくこうフォローしていただいてね、陸上競技場でも頑張っていただいて、サインもたくさんしますしね、はい、ではね、なんか宮前コーチに特別メニューを考えといてもらう頑張るって言ってましたって宮前コーチに言っときます。その部分だけじゃんね最後の部分まあそんな感じで2人ともね、はい、頑張ると。あ、つば九郎なんだっけ、あ、全部なことに来る、はい、どうぞ。ちょ、この間のヤクルトさんとそういう話したんですけどね、酒の席で酒の席なんで分かんないです。ちょっとこれから聞いてみましょうね。はい、楽しみにしてくださいということで、はい、じゃあそろそろ良かったですかね、このトークショーで、ね、今日は僕はなんかちょっと申し訳ない感がちょっとこの辺に伝わりますけど、あの、どうでしたか皆さん、楽しかったですか。あ、ありがとうございます。無理やりね、最後拍手をさせて終わらせるという、はい、良かった良かった、はい、じゃあ、あの最後ドアラさんと、じゃあつば九郎さんから、はい、皆さんにね、ファンの皆さんへのご挨拶、はい、ご挨拶いただきまして、はい、じゃあファンの皆さんへの、今週お二人にはご退場いただきましょうか、これでね、はい、頑張る。じゃあなんかちょっとなんかフォトセッション的なやつ、なんか、そうですね、せっかく皆さんのカメラをね、はい、たくさんお持ちですので、最後に2人でね並んでいただいて、はい、あ、でもこの後あの午後からもね、はい、ドアラ、ほらドアラ&これなんか順番逆らしいですね、遊ぼう、これシャオロンパオロと遊ぼう、先にあって、はい、この後すぐね、シャオロンパオロが始まりまして、はい、ドアラたちは2時からですね、ドアラとつば九郎のショーは2時からですので、ありますので、皆さん、じゃあの真ん中でちょっとね自由に皆さんお写真を撮りください。片方は椅子置いてくるわ。いやいや、そうなんですよね、こうやって、はい、じゃあちょっといいですか、ですか、じゃあ、 あの皆様に新春のお喜びを感じる感じの、ちょっと私の唯一持ってる腕時計を投げたね買ってもらおう、つば九郎さん。それでは皆さん、よろしくお願いします。なんかちょっといい感じのフリップ、はい、ねえ、あれ、あ、今日の日付と何出してるんですかあれ、まあそんなことでいいんですかね。これあれですよね、あとなんか色紙を向こうであれですね、ドール先生とつば九郎先生の色紙をあのその向こうでやるところになんか展示をするらしいので、皆さん12時と13時にやるそうですので、そちらをぜひあの見に行ってほしいと思います。貴重なその日しかないコメントが書いてありますので、はい、365度をサービスしております。はい、なんとなく合ってんだか合ってないんだかよく分かりませんが、まあ、この後あのシャオロンパオロ登場しまして、さらにドアラつば九郎と遊ぼう、その後ビンゴ大会まで皆さんにね楽しんでいただきたいと思います、はい、ではお写真撮れましたか皆さん。
大丈夫？あの石黒さんも入れて、じゃあ最後10秒間で、ね、私は大丈夫です。石黒さんも入れまして最後じゃあ10秒間10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、終了です。緊張しますねこれね。では皆さん、ドアラとまずドアラとつばくろに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。午後からもお願いします。午後からも出てまいりますので、はい、お願いします。ご飯食べてきてください。はい、ありがとうございました。いやー、なんかそうです、ね、まとまったんだかまとまってないんだか、まあ、ある意味例年通りという、はい、なんか最近ね、いろんなところでいろんな